わしは身に染みているのだ。土下座の無意味さについて腹の底からな。どうかわしは困ってる人間に拝み倒されると見捨てることができず、次々に金を貸し続けてきたのだ。助けてやりたくてな。だが結果煮えを飲まされ続けてきた。お互いの同意の上で契約したにもかかわらず、いざ返す段になると平然と踏み倒していく。もろん表面上はすまなそうな顔をして床に額をこすりつけはするが、お願いします。あとどうしてこれほど謝っているのにこいつは許してくれないのかなどと心中こちらを非難、冷血感呼ばわりしてくるのだ。ひどい話だと思わないか。当然そんな連中の詫びに誠意があるはずもない。第一、借金における誠意なんてこれはもう誰が考えたって一つしかないのだ。すなわち何をしてもいいから期日までに金を返すことだ。それ以外に誠意などない。そう、金を返さない時点で奴らに誠意なんてものはない。土下座強制時借金を踏み倒す不心得者をこの機会に乗せ強引に土下座させる。だがここまで体制を作っているにもかかわらず、まだ土下座に至らない不心得者は強引に誠意を実行させる。おとなしくしていれば焼かれるのは額だけで済むが、暴れるから顔中を焼かれ悶絶失禁する。